お元気ですか、ボクシビでございます。今回は BBM2024 プロ野球チアリーダーカード2024の開封動画でございます。去年はですね、舞とか花とか、2箱に分けてやってましたが、今年はですね、もう総勢180人を、一度にまとめてカード化しております。なおですね、横浜 GNA ベイターズ、オリックスバファローズ、広島カープにはの、チアリーダーは、含まれておりませんのでご了承ください。まずはですね、前編の9パックやっていきたいと思います。それでは早速開封してまいりたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。まずは前編の1袋目でございます。中日の、これはミミカさんでございますのキラでございます。千葉ロッテのこれはリリさんでございます。楽天のまゆさんでございます。中日のめいさんでございます。巨人の伊藤ルーナさんでございます。ヤクルトの、これはまゆさんでございます。で、日本ハムの長谷川遥さんでございます。さあ、袋目でございます。ソフトバンクのこれは副キャプテンの、真央さんでございます。阪神の、バイスキャプテンコスモさんでございます。千葉ロッテのナジュさんでございます。中日の、ラムさんでございます。巨人の土原一華さんでございます。で、こちらね、ヤクルトですね、ジュナさんとリナさんの、カードでございます。で、これは楽天のまゆさんのキラでございます。3袋目でございます。ソフトバンクの、メインさんでございます。楽天の、ユミカさんでございます。千葉ロッテのカホさんでございます。中日の三春さんでございます。西武の、音さんでございます。日本ハムの、これ塩沢美咲さんでございます。で、日本ハムの神山愛菜さんでございます。キラでございます。ちょっと移動します。4袋目でございます。東京ヤクルトのキャプテンの、これはルナさんでございます。東北楽天の、ルカさんでございます。阪神の、ユキさんでございます。巨人の吉村、奈々さんでございます。中日の愛さんでございます。日本ハムの駒野真子さんでございます。で、楽天のほのかさんの、これはキラでございます。5袋目でございます。中日のミミカさんでございます。
ロッテのかなえさんでございます。巨人の高橋光さんでございます。ヤクルトの、これはダンスリーダーですね、リナさんでございます。で楽天のこれあかりさんでございます。千葉ロッテの、これは、ゆかさん、ごめんなさい、ゆかさんと、みくさんのカードでございます。でロッテのこれは、マミナさんでございます。のきらでございます。6袋目でございます。中日のカレンさんでございます。阪神のアンズさんでございます。西武の、マミさんでございます。ロッテの冬さんでございます。ソフトバンクのこれさえさんでございます。日本ハムの新田愛理さんでございます。で千葉ロッテのほのかさんでございます。7袋目でございます。ヤクルトのマヤさんでございます。千葉ロッテのゆうかさんでございます。阪神のみことさんでございます。中日の、未来さんでございます。楽天の、かなさんでございます。日本ハムの鈴木、ほのかさんでございます。で巨人の萩原ほのかさんのキラでございます。8袋目でございます。千葉ロッテの水木さんでございます。西武のゆめなさんでございます。阪神のバイスキャプテンノノアさんでございます。ソフトバンクの水香さんでございます。楽天のキャプテンの春香さんでございます。ソフトバンクの、これはノアさんのキラでございまして、直筆サインカードが出ましたね。これはですね、千葉ロッテですね。千葉ロッテの、リリさんの、直筆サインカードでございます。こちらがね、90C でございます。で前編最後の9パック開封していきたいと思います。阪神の、三森さんでございます。ソフトバンクのゆうなさんでございます。巨人の茂木みなみさんでございます。楽天のくるみさんでございます。千葉ロッテの鈴鹿さんでございます。で日本ハムの、田中志優さんでございます。で最後は西武の夏木さんのキラでございます。以上で BBM2024BBM プロ野球チアリーダーカード2024の開封動画全編9パック終わりたいと思います。で後日ね、後編の9パック開封したいと思っておりますので、よかったら見に来てください。最後にこちらね、千葉ロッテの、リリさんの直筆サインカードをもう一度見て、お別れとなります。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。